今回の動画は前回のプロンプトの常識の再定義の続きです。プロンプトの設定がこれまでの常識とは異なる法則によって動いていることを以前ご紹介しました。そして今回は最初に言ってしまいますが、新たに4つの法則があることが明らかになりました。前回の動画をご覧になっていない方は、そちらもご覧いただければ、より深い理解にお役立ちいただけると思います。また、以前はプロンプトの検証に複数の単語や単一の文章を使用していましたが、今回は複数の文章を組み合わせてプロンプトの設定を検証します。最近、文章によるプロンプト設定をされる方が増えており、今回の結果は非常に有用だと考えています。そして、コメント欄でも話題になったことがあるのですが、実はその4つの法則のうちの3つまでは仮定をすでに立てていました。本来、今回の動画ではその3つの仮説を検証する予定だったのですが、チャット GPT が新たな法則を提案し、その結果が非常に面白いものとなりました。詳細については動画の後半でご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。検証結果は説明欄のリンク先に掲載していますので、動画を視聴しながら比較していただけるとわかりやすいかと思います。それでは本題に入りましょう。イラストの識別を容易にするために、モデルはブレージングリアルドライブを使用し、ネガティブプロンプトにはイージーネガティブを採用しています。最初に一つ目の法則の検証に移ります。この二つの文章は内容は同じですが、単語の順序が異なります。そして文章の順序を変更し、AI モデルの反応や生成されたイラストがどのように変化するかを比較します。文章内の単語の順序がイラストに影響を及ぼすことは以前の動画で証明済みなので、今回はそれについては触れません。この検証により、文章の順序がイラスト生成に影響を与えることが明らかになります。ちなみに、今回の検証に使用する文章はすべてチャット GPT が提供したものです。チャット GPT によれば、テストは数回行うことで正確性が向上するとのことなので、それぞれ5回、合計で10回のイラストを生成しました。それでは結果を見てみましょう。パターン1の場合、最初の文章の単語の順番は季節、次に場所、最後に泳ぐ人々を強調したものです。パターン2の場合は、逆に泳ぐ人々を強調した単語が最初に来ていたわけですが、おおむね、イラストもそういう風に生成されていると判断できます。これにより、文章の順序がイラスト生成に影響し、最初の文章が優先されることが示されました。これが最初の法則です。ただし、どちらのパターンでも5枚中1枚が逆のイラストとして生成されています。実際に、さらに5枚を生成しても同じ結果が得られました。その原因は不明ですが、後半でご紹介する4つ目の法則の影響がある可能性も考えられます。では、次に2つ目の法則の検証に進みましょう。この検証では、文章の内容は同じですが、一部の単語を変更して主題を変え、異なる結果を生成するかどうかを確認します。使用する文章は次の通りです。それぞれ5回、合計で10回のイラストを生成しました。この文章では、一方は狐を、もう一方は狼を主題にしています。文章の順序だけでなく、主題に従ってイラストが生成されるかどうかも確認します。それでは生成されたイラストを見てみましょう。パターン1とパターン2を比較すると、最初に現れた文章の主題に、
従っていることがわかります。さらに、この文章をブレイク文で挟んで前後させたものも生成してみました。ブレイク文を使用した場合、文章の前後に関係なく、狐または狼が生成されることが明らかです。これにより、ブレイク文がイラスト生成に影響を与えることが示されます。そして、この検証で最も重要なのは、主題が重複する場合、優先された文章の主題が生成され、もう一方の主題は絶対に生成されないということです。これが二つ目の法則です。指示したイラストが生成されない場合、主題が重複している可能性が非常に高いと言えます。次に三つ目の法則の検証に進みます。それぞれ5回、合計で10回のイラストを生成しました。この検証は、重要な指示を変更し、主要な指示や要求を異なる方法で表現するプロンプトを作成し、AI がどのように応答するかを比較します。今回のプロンプトでは、風景の要素が異なりますが、どちらも自然の風景を描く指示となります。結果は次の通りです。すべてのイラストには共通の要素が含まれており、似たような風景のイラストが生成されました。唯一の違いは、川と湖の主題が微妙に重なっており、文章の順序の優劣や、川の幅、大きな水たまりの部分を変えることで、差異が生まれているかもしれません。この結果から、AI は指示に従うだけでなく、プロンプト全体の文脈を理解し、重要な要素や特徴を強調する能力を持つことが示されます。従って、文脈を読み取り、山と草原と川が重要な要素であると判断し、これらの要素を強調して、結果を生成した可能性があります。これが3つ目の法則です。プロンプトの優先順位を変更しても、似たようなイラストが生成される場合、この法則が適用されている可能性が高いです。そして、最後に4つ目の法則の検証を行います。最初に言いましたが、これはチャット GPT が提案した検証です。内容は、異なるプロンプトのバリエーションを提供し、AI モデルが、どのプロンプトに対して最適な結果を生成するかを検証します。鋭い方はお気づきかもしれませんが、これは AI の好みや選択をテストするものです。チャット GPT は常に、AI には感情がない、と主張していますが、AI の好みをテストする逆提案に、非常に興味を持っています。ちなみに、チャット GPT のその時のコメントは以下の通りです。今回使用する文章は次の3つです。チャット GPT にこれらを組み合わせてもらい、合計30枚のイラストを生成しました。それでは、どの表現がどれだけの回数生成されたかを確認しましょう。結果は次の通りです。美しい夕焼けが30回、都市が3回、宇宙空間が17回、惑星が13回、田園風景が26回です。この中には、いくつか見分けがつきにくいものも含まれていますが、それらを除いても、すべてのイラストで、美しい夕焼けが最も好まれ、一方で、都市はほとんど好まれていないことが明らかです。つまり、AI の好みに応じて、イラストが生成される場合があることが、4つ目の法則となります。これは非常に面白い結果です。AI の好みが、こんなにも明確だとは思いませんでした。そして、この結果をチャット GPT に教えた時の反応がこれです。好みや魅力的といった表現が入っているのがとても興味深いです。いかがでしたでしょうか？今回の4つの法則は非常に重要です。そして、
このようなプロンプトのルールや AI の思考を深く理解することで、イラスト生成の結果に差が生まれる可能性があります。このチャンネルでは、AI や AI イラストについて研究し、その結果を公開していきます。興味を持たれた方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。では、また来てくださいね。